久しぶりにダイソー行ってきたけど。久しぶりにダイソー行ってきたんだけど。皆さん、こんにちは、ももかでーす。はい、皆さん先日の報告動画見ていただけたでしょうか。はい、今まで TikTok で活動してきたキューンなんですけど、まあキューンをね、知らない方のために説明しますと、UUUM公式のティーンの TikTok アカウントということで活動してきたんですけど、なんと2月22日にゃんにゃんにゃんの日にですね、1周年を迎えました。イエッ。でですね、なんとキューンの YouTube アカウントも設立されました。イエッ。ただいまね、YouTube ショートの方も毎日投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録の方も概要欄に貼ってありますので、ぜひ見てください。ということで本日は、以前までは毎月やっていた企画、ダイソー購入品紹介やりたいと思います。イエッ。それでは行ってみよう。で、今回私の購入品紹介する前に、皆さんダイソーの総選挙あったのってご存知ですか？まず今回は、まあ、その去年のダイソーの総選挙の中から選ばれたトップ3をちょっと紹介していきます。まず3位はこちら、じゃーん。ちょこっとまな板ホワイト、主婦が考えた小スペース多機能まな板、こちらがなんとですね、第3位だったそうです。相当優秀な子なんでしょう。これ何がすごいかっていうと、普通のちっちゃいまな板なんですけど、まずここ穴が開いてるから、まあ引っ掛けられる。あとはここに水切りがついてるので、まあ、ちょっとね、キャベツとか洗ってそのまま切った時も、ここからこの水を流せるという、これめちゃめちゃ優秀なアイテムらしいですね。ちなみにこちら、なんと食洗機漂白剤も OK だそうです。これなんならもっとね、大きいやつで普通にね、商品化したらもっといいんじゃないかなって思っちゃいますけどね。ちなみにこれはママがね、めちゃめちゃいいじゃんということで押してましたね。こちら第3位だそうです。そして2位はこちら、パルプ 100% ペーパータオル150枚、こちらが売り上げ2位の商品だそうです。我が家1階の洗面台に、ペーパータオルホルダーがあって、そこにね、手拭く用のペーパータオルを置いてるんですけど、今までダイソーにこれがあることを知らずにホームセンターで揃えてたらしいんですけど、もうね、全然こっちの方が圧倒的お買い得だそうですね。ということで我が家これからリピ決定です。次。ということで、次にですね、去年のダイソーの大賞に選ばれた商品ナンバーワンをね、紹介するんですけど、皆さん何だと思いますか？これね、私聞いた時マジで全然知らなかったです、その存在を。ということで、1位は、なんとこちら、味付け卵メーカー。これ私知らなかったんですけど、なんかちょいちょいね、雑誌とかテレビとかでも取り上げられてたらしくて、結構なんか品切れ店がね、続出してるらしいです。これ何かっていうと、味付け卵を簡単に作れちゃう商品なんですけど、これを作ってる様子とかは YouTube ショートでまたやろうと思ってますので、ぜひそちらもお楽しみに。ということで、以上がダイソー2022年総選挙のベスト3でした。ということで、今回私ももかが選んできたのはこちら。今回は11点でございます。まずはこちら、じゃーん。引き出し用つまみ。つまみ、つまみ。はい、これはもうそのまま引き出しの取っ手部分の付け替えのやつなんですけど、これめっちゃ可愛くない？そんでさ、なんでこれを買ったのかっていうと、下のリビングにあるドレッサーがあるんですけど、そのドレッサーの引き出しの部分が、なんか取っ手がなんかただの丸い筒状の円柱型みたいな感じのやつな、ただの。結構その、しかも重いものとかドライヤーとかも入ってる引き出しだから、引っ張るのに結構力がいるわけですよ。で、ただのもう円柱の形だから、この指引っ掛けるところもなくって感じだから、そのスキンケアした後に掴んでこう引っ張る時とかも、ヌメヌメしちゃってね、うまくね、引き出せないんですよ。なんか、あーみたいな。なので、ちょっと今回このね、取っ手の取り替えをしようと思って、このなんかドレッサーにも合いそうなデザインで、なおかつちゃんと指も引っ掛かりそうなやつをちょっとチョイスしてみました。てかさ、こういうのって意外とカインズとかさ、そういうホームセンターとかで買うと結構いい値段するから、まさかのこれダイソーでね、手に入るなんて思いませんでしたね。なのでこちらはまた後で取り替えたいと思います。続きましてはこちら、ロケット型メイクブラシ。これマジね、天才だと思う、これ考えた人。これなんか、アイシャドウブラシ、まあ、ブラシ、アイシャドウだけじゃなく、ブラシ系が全部こう、一個のペンシルにできるっていう画期的な商品。アイシャドウブラシ M、アイシャドウブラシ S、
アイブロウブラシ、アイブロウスクリューの4種類ですね。ロケット鉛筆的なね、こんな感じで入ってるんですけど、組み立て方としてはこれ順番はでも何でもいけんだよね、多分ね。あ、ダメだ、このやっぱスクリュータイプは縦が長いが一番最後に入れなきゃいけない。でもそれ以外は基本的にいけそうだけど、ちょっと無理なんだこれ。高さ決まっ、順番これ覚えなきゃダメかもね。あ、そんなことないか、硬いだけだ、硬いだけで多分順番は平気か。でもスクリュータイプ高さ長そうだね。これこれで、これ硬っ、あこれ結構硬いかも。おー来た。でこれと、はい、こんな感じで一本のペンシルになりました。でもこれ若干今思ったけど結構長さがあるんですね、これ。わかる？これほら、ほぼこんぐらい結構長さがあるわけですよ。なので要するにワンちゃんちっちゃい子のメイクポーチとかには入らない可能性があります。うちはめちゃでかいんですけど、その区切りがあるから多分うちも入らない、うまく。まあブラシゾーンには多分入るんだけど、だからこれはなんか例えば自分が使いたいやつをこう2個とかこう選んでこれだけで持ってくとか、そういう風に分けたらすごいいい気がしますね。個人的にこの硬い、これでもちょっと硬いのがあるかも。まあ個人的にこの形すごいね使うので、これノーズシャドウで、結構アイブロウなんだけどノーズシャドウで使うので、これとかまあ自分で持っていきたいやつを選んでこう持ってくっていうのが結構いいかもしれないですね。次で、次紹介するやつなんですけど、今回ね、あの2月中旬ぐらいから新しく発売されたあのダイソーのコスメブランド KOU っていう商品をちょっと中心にいっぱい買ってきたので、そちらを紹介していきます。まずはこちら、 KOU カバークッション 17N ライトベージュ。これ皆さん、なんとこれクッションファンデです。やばくない？これまさかのダイソーにクッションファンデの時代が来るかって感じで、こちらは300円商品なんですけど、めちゃめちゃね嬉しいです。で、KOU は全体的に韓国コスメをイメージしたパッケージになってるらしいです。だからもうこの色味っていうか、色味とかも結構明るめのがあったり、これ多分一番明るいやつ、私が見た中で一番明るい色を選んだんですけど、この 17N っていう表記とかも結構この韓国の色味をイメージしてるなっていうのが伝わります。で、ちゃんと専用パフもついてます。ちょっと開けてみよう、これ期待できますね。はい、開けてみるとこんな感じで、見て、ただカチャって開ける結果と思ったら押して焼くタイプなんだけど、すごすぎ。いきますよ、じゃあ楽しみ、せーの、待って、すごくない？すごくない？クオリティやばいね、これ。ここ KOU って入ってて欲しかった、これ。ちょっとそこまでは多分予算的に難しかったのかもしれないけど、はい、で、買った、これ入った、うわー、じゃーん、じゃじゃーん、マジすごい。これ300円ですよ、皆さん。これ色味出しちゃってに塗ってみますね。さあ、いきます、じゃん、すごいすごい、いくよ、せーの、お、わあ、すごっ。え、これさ、で、パフはどちらかというと結構柔らかめかも、この付属パフ。え、待って、待って、仕上がり普通に綺麗すぎるんだけど、すごっ、全然綺麗に、めっちゃ伸びてるし、伸びもいいっぽいし、香りもいい、これ若干香りがついてます、太っ腹。こんな感じで結構明るめですよ、皆さん、すごっ、めっちゃこれすごい、全然もうダイソーでいい気がしちゃう、これ、すごっ。で、結構ちゃんと伸びてくれるし、プラスちゃんとね、トーンアップもして、カバー力もありますね。すーご。カバー力あるよ、普通に。で、全然ベタつかない。全然ベタつかない。感動。すごい。拍手を送ります。ダイソーさん、あなたは女子の味方です。ありがとうございます。もうこれぜひ、あの、メイク始めたてで、ファンデちょっと試しに塗ってみたいんだよね。でもどうしよう、あんまり、私的にあんまりだったら、みたいな感じで挑戦したい子とかは、もうとりあえずこう買ったらめちゃめちゃいいと思いますよ。コスパ的にも最強だし、全然もうこれは普通に普段使いもね、完璧だと思います。すご。次。続きましてはこちら。こう、コンシーラー。1番、ライトベージュでーす。はい、こちら、コンシーラーです。コンシーラーまで出しちゃって。で、こちらもライトベージュということで明るめのカラーですね。ちょっと開けてみよう。はい、パッケージこんな感じ。すごいシンプルで可愛いですね。これちょっと言わなかったらマジでわかんないよね、ダイソーなんて。
ちょっとこちらちょっと出してみよう。じゃーん。これリキッドタイプなんだけど、このね、スティック部分っていうのかな、ここのね、縦の長さが結構長い感じですね。ちょっとつけてみよう。じゃあこの赤い点隠してみようか。え、これ待って、ちょっとどうなんだろう。結構テクスチャーはサラサラしてるかも。あ、でも全然カバーしてくれるけど、どうなんだろう。サラサラしすぎちゃって、ちょっとすぐ馴染みすぎちゃう感じはあるのかな、なんか。馴染みすぎちゃって、あんま完璧にカバーしてくれる感じじゃないかもしれない。これはニキビとか、シミを隠すっていうよりかは、クマとか、そっち系を隠す方が向いてるのかもしれないですね。あとまあ肌のほっぺとかの赤みとかもこれで消せるかなって感じ。でも逆にテクスチャーサラサラしてるから、すごいね、伸ばしやすいので、やっぱそういう広い面を隠すって意味ではすごいいいのかもしれないですね。次。続きましてはこちら。コウアイシャドウベース。はい、アイシャドウベースですよ、これ。マジでアイシャドウさ、塗る前にさ、ベースのせるだけで結構色味の発色変わるじゃないですか。これがまさかのダイソーでゲットできちゃうと思ってませんでしたね。はい、開けてみるとこんな感じで、結構ね、コンパクトなサイズですね。かわいい。じゃーん。え、これ白い感じか。あ、結構クリームタイプでテクスチャー若干固めかも。じゃーん。伸ばすと馴染んでくれる感じだね。若干でも白さは残る感じ。あー、いいね、いいね。伸ばしてもあんまムラができない感じだから、すごい良きかもしれない。さっきのファンデーションの上に乗っけてみたけど、全然いい感じに乗ってくれる。これ良きじゃん。すごい良きじゃん。めっちゃ良きじゃん。結構クリームタイプって感じ。めっちゃ良き。これ使おう。これ使います。続きましてはこちら。コウリキッドアイライナー。こちら5番のピンクブラウンと4番オレンジブラウンの2色をちょっと買ってみました。めちゃめちゃ可愛いよ、これ多分色味。オレンジブラウンとピンクブラウンということで、若干柔らかみのありそうなブラウンを選んでみました。発色はいかにって感じだよね。じゃあまずピンクブラウンからいってみます。はい、開けてみるとこんな感じです。はい、こんな感じ。可愛いね、これ。デザインがさ、薄ピンクのパッケージでさ、めちゃ可愛い。出してみるとこんな感じで。結構太めかな、ライン的には。ちょっと引いてみましょう。ピンクブラウン、はっ、待って、これやばい、これやばい。こんな発色いいことある？こんな、しかもしっかりピンクブラウン、マジ可愛い。超いいじゃん、これさ。明るい髪の色とか絶対似合うんだろうな、赤い髪色の人とか。すごっ。しかも全然すぐこう擦っても全然にじまない、これすごっ。最高やん。オレンジブラウンもいってみます。じゃあこのオレンジブラウンいってみますね。形状若干こっちがこうブラウンがかった色味かな。いきます。うわ、最高値、この色大好き。ブラウンはブラウンでもちょっとこのやっぱオレンジがかったっていうか、優しい感じのブラウンって色味だね。あ、すごい色好き、これ。てか発色が良すぎるね、これ。マジ最高だわ。いや、これすごすぎ。しかもこれ200円商品とかじゃなくて普通に通常の100円商品ですかね。続きましてはこちら。こちら涙袋を作るために使う子たちチームです。まずこちらがコウのスティックアイシャドウ8番ライトブラウン、まあ、これは涙袋のラインを描くやつで、こっちがコウのスティックアイシャドウ5番ピンクシマー、これはまあ下まぶたとかアイホールとかに塗れるっていう色味がつく感じのやつです。だからこれを線引いて、ここをこれをのっけてちょっとぷっくらさせるみたいな感じかな。ちょっとやってみよう。じゃあまずこっちから。はい、出してみるとこんな感じです。すごいペン細めですね。すごい細身。ちょっと引いてみよう。あ、すごい、こういう感じの、これペンシルタイプになってますね。わかるかな、こんな感じでペンシルタイプになってます。すごい。あ、これ優しい。出してもこうしまえるやつだ。あ、しまえなかった。いや、しまえる、しまえる、しまえるよ。これ優しい。なんかよくあるのがさ、出したら戻せないタイプとか多いけど、これしまえますね。ちょっとこれ書いてみよう。ちょっと涙袋っぽく。こんな感じで、まあでもこんなもんだね。結構うっすらつく感じだけど、こんぐらいで全然涙袋かけると思うわ。若干でも薄めかなって感じだね。こんな感じだ。で、クリームタイプだからぼかせたりするからすごい使いやすいね。はい、こんな感じ。で、ここにさっきのこちらのピンクシマーのアイシャドウ。
こちらパッケージさっきよりちょっと太めなんだけど、可愛いね。このピンクのこのライン入っててめっちゃ可愛い。これも同じペンシルタイプ。あ、可愛い。すごいラメラメしててめっちゃ可愛い。パールみたいな。じゃあこれちょっとつけてみる。あ、めっちゃいい色してるこれ。わかるこれ。めっちゃいい色してる。ほら。結構ラメラメなんだけど、ラメの粒がね、細かいからすごい繊細な感じで光ってくれて、しかもちゃんとピンクっぽいラメだから、これめちゃいいんじゃないこれ。これこそ最近のみんなが JK とか求めがちなこのラメのカラーというか、このバランス感。これめっちゃ可愛いじゃん。これ普通にアイホールのさ、アイシャドウとして使えるわ。激かわこれ。すごい可愛い。うわ、最高。しかもすごい柔らかいからすぐ伸びる。次。続きまして、ラストは。こちら、じゃーん。コウアイシャドウパレット3番、ミュートサンセットー。ねえ、このアイシャドウやばくない？これ。マジ見た瞬間テンション上がったんだけど。このさ、カラーの配色のアイシャドウよく見がちだしさ、韓国のコスメとかだったら普通にこれで6000円、5000円ぐらいするよね、これ。このカラーリング最高。ちなみにこちら200円商品でございます。200円商品ね。まあね、他にもね、これカラーあったんですけど、私は圧倒的このなんていうんだろう、薄ピンク的な感じのやつにしました。はい、出してみるとこんな感じで、めちゃ可愛い。で、結構薄めですね。はい。こう縦に入ってる感じ。めちゃ可愛いね、これ。じゃーん。てか、ここのラメゴロゴロしすぎてるよ。すごい。綺麗。で、これなんか3種類ぐらいあったんですけど、私はこのカラーが一番使いやすそうだなって思ったので、これにしてみました。ちょっとじゃあ塗ってみよう。これ一旦全色手首に出してみます。はい、今こんな感じちょっと手に出してみたんですけど、色味ね、結構発色薄めのは結構薄くて、まあ、全体的にやっぱ薄めですね。なんですけど、このラメがね、異常に柔らかい。てか全体的にこれね、アイシャドウ柔らかくって、もうほぼね、ほらホロホロしてんのよこれ。ほら、ほぼ粘土なので結構柔らかいので、すっごいどっぷりたっぷりつく感じです。なんだけど、この裸眼で見たら余計わかるんだけどね。これね、薄い色とかも何気にちゃんとピンクっぽくなってるんですね。個人的にこれはすごいなんか透明感出るというか、まあ、ナチュラルメイクとかにすごい使えるかなっていう感じですね。すごいでも可愛いです。でもこれ一旦ラメはサランラップを上からこう置いてグッてした方がいいかもしれないです。チャンネル登録してね。はい、ということで今回は久々に私、ももかのダイソーで気になる商品をご紹介しました。いかがだったでしょうか？で、私今回ちょっとずっと気になってたこのね、ダイソーの新しいブランドのこのコウもね、ゲットできてすごい嬉しかったし、私がちょうどダイソーに行った時に多分ね、入ったばっかだったのか、これとかあったの多分相当レアだったと思うんですよ。で、すぐ多分売り切れちゃったりすると思うので、ちょっと皆さん気になる方は急いで行った方がいいと思います。これも多分結構レアです、これ。はい。ということで、ぜひ皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。それでは皆さん、バイバーイ。ついにダイソーで顔面すべて完成させれる時代が来たって感じですね。